スルーしない。次、麻雀プロで団体戦（5人制）をするとなった時、大井さんがリーダーなら他の4人誰にしますか？（所属団体問わずでお願いします）。誰選んでもいいの？ルールは一発占なしと RTD ルールを15半チャンずつ、いろいろ設定くれてますよ。じゃあまず、はい、藤田さんだね。あ、そうすると、はい、いろいろとあの打ち上げとかも豪華になるし。まあ、麻雀も強いしね。まあまあ強いけど、そのよりも先に来た理由が打ち上げが豪華っていいっす、ね、豪華になる。いい肉が食える。1人目、藤田社長。てか誰選んでもいいっつって本当に選べんの？選べたとしたら、だって例えば太郎とか。太郎さんいい、うん、集めちゃいます。太郎さん入れます。じゃあもうあと3人。あ、リーダーだからという2人か。大井さんが入ってるから、うん、どうする。え、プロからしか選べないの？プロ、え、他にどこのジャンル気になってます？やっぱ天方位とかね、一人入れると、ね、なるほど、面白いですね、うん、じゃあドッポにしよっか。ドッポさん好きですね。ドッポあいつ強えもんだって。あいつ800も叩き上がってよ、おかしいんだよ。チェックしてください。あいつとリーグ戦やってあいつ800浮くんだよ。ね、ありましたね。おかしいんだよ。僕プラスなのにボロ負けしたんだよ。あと一人どうします？今のところプロ一人ですけど。村上か水巻か悩んでんだよな。どっちにします？選べるなら村上。いつも村上と仲いいから今度水巻にしてやろうかな。かわいそうだから、はい、あいつかわいそうだから。あいつビリーガーだから。村上さんを敗退ということで、うん、最後は水巻さんです。そうだな、この4人です、うん、ただ僕が言いたいのは、こういろんなジャンルからいろんな強さの人をチームにするっていうのが僕は大事だと思ってて、麻雀プロって同じような人こういうチーム戦やるとさ、うん、自分のタイプ似たような人ばっかり選ぶじゃん。僕はね、こういうね、いろんなね、バラエティーに富んだね、幕の内弁当みたいなチームがいいと思ってんだよね。わ、うんうん、かりやすいですね。本当にだ、こういうのね、みんなもね、こういうの意識した方がいい。そういうチームを応援してね。みんな幕の内弁当作るぞ。おう、麻雀をやめたいと思ったことありますか？もしあればどんな時ですか？これマジな話する？うん、連盟やめて一回失敗しちゃった時にもうやめようかなと思ったよ、うん、え、ね、あの時思ったんですか？やめようと、仕事なくなっちゃってさ、みんななんか仕事来ないしさ、自分の腕的には少しはさ自信あったけど、やっぱりいろんな仕事が全部なくなったり大会に出れなかったりしたから、もうやめちゃおっかな、ケーキ屋さんになろうかなって思ったよ。だけどなんか RMU っていうの作っちゃってさ、作んなきゃよかったんだけどね、作っちゃったからなんか頑張んなきゃって思って、うん、そこからはもうやめたいと思ったことはない。72回しかない。72回あるんですか？ある。 RMU 時代で72回あるんですか？例えばどんな何でもそうだよ。例えば最強戦で負けた時ももうやめようって思うし、一瞬ね、でもその試合で優勝負けた瞬間にもうやめた、もう麻雀やめる、麻雀やめるって思うけど、3秒後ぐらいに、うん、来年頑張るぞって元気になっちゃう。おかしいんだよね。なんかあれです、浮き沈みが激しいんですね。そうそう、でもね、それは大事だ、海を出すって大事、うんうん、溜めちゃうともうダメになっていっちゃうから、メンタルが。もう一旦バーッと大泣きするとか大笑いするとかで発散して、うん、もう思いっきり落ち込んで思いっきり元気になるっていう。え、なんか大井さん、なんか、うんうん、エッセイ集出したらどうですか？なんだそれ。なんかいい話めちゃくちゃありますね。あるんだ。その海出すのもすごい大事ですもんね。でしょ、うん、そう、作っちゃうか。マージャンメンタルゲームだから、大井さんで金稼ぐか。全部出てる。心の声が全部出てる。イエーイ、大井さんで金を稼ぐ、イエーイ。はい、今現役のプロの方、何かの能力を一つもらえるとしたら誰の何をもらえますか？タッキーさんやウッチーさんの顔とかでも OK です。笑えないぞ、どんなに顔悪いんだ僕は、うん、カラオケのお箱は何ですか？お箱2つ、はい、え、まず能力って顔とかなの？うん、違うよね、要はスタンド使いみたいな話ですよね。滝沢かっこいいね、イケメンですよ、ね、あいつはかっこいいけど、あいつも意外とジジイだからな、うん、あいつ20代の時のあいつの顔は欲しいけど、でも今もすごい素敵じゃないですか。確かにかっこいい、うん、何が欲しい？能力ね。え、でも大井さんもイケメンですよね。46だよ。大井坂46だよ。高春坂じゃないですね、大井坂の。何の能力っていうのは、うん、分かった。僕はね、何が欲しい？いや、才能はねあるもんね、うん、いらないですか？もういや、そんなことない。例えば、うんとね、何よ、いっぱいあんだよな。ちょっと待てよ、
じゃあ行ってみていくつか1個だけ。それはね、うん、太郎さんのゲームセンス、あ、うん、それから村上さんの村上さんとか水巻さんのね情報収集力っていうか、あーはいはいはい、はい、そう、あの人の手出しがこうだからこうしてるこうしてるっていう全体的な能力は欲しいところもあるし、リアルな回答ですね、うん、あとじゃあお顔はいいですか、うん、お顔は別にそんなに自分の顔そんなに嫌いじゃない好きでもないけど嫌いでもないんだよね。例えばじゃあ、いや絶対好きでしょ。いやそんなことない。ただ自分の顔がそんなにいいとも思ってないんだけど、うん、ただ僕のこの喋り方と喋り内容でこのリアクションとかで滝沢くんの顔があっても似合わないでしょ今でしょみたいな、あるでしょ、似てるでいますよね、林だから、はい、そう僕はその林顔でいいかなと。いや確かに愛着持ちやすいんでいいと思います。そうでしょ、うん、すごいイケメンすぎたら確かにちょっとあんまふざけられないかも。そうでしょ、だから滝沢くんみたいにさ、あのボソボソボソ、そうですね、テンパイですね、分かってるってことあ、かっこいいけど分かってることしか言わない。あ、でもあの声もいいんですよね。はい、はい、これ以上言うとね、カラオケのお墓あります？僕何でもありますよ、レパートリー1万曲あるんで。例えばアニソンから、うん、アニソン何歌うんですか？アニソン何でも歌います、本当に。いつも絶対入れたいのは、いつも絶対入れたいのは昔の、例えばガンダムとか。あ、ガンダムとか好きなんですか？何でも入れますよ、アニソンは、はい、え、それはなんかいろんな方がいる前で歌ったりするんですか？しますよ、僕そうなんだ、オタクの代表ともちょいちょい行きますし新津さん僕は新津さんとツッチーの前で、NMB とか歌ってますからね代表乗ってくれますよね。ツッチーとかこうやってやってますからいやね、うちのね上そうなんですよね、せいさんとかマイク向けると何でも歌ってくれますからね。新津さんはわけわかんない英語の歌しか歌わないからそうなんですよね新津さん知らねえよって切ったことあるんだよ新津さんが気持ちよくやめてあげて、知らない英語の歌だったっすそれ知らない歌だからって切ったことあるんだよね。やめてあげて、聞いてあげて、はい、止めんなよ、多いってさ言いそうですね。日向が多いと解説してて、うん、心がけてることある？大井さんとですか、うん、大井さん の, あの投げた球を基本的避けない、うん、あのね放置してスルーしちゃう人が多いんですけど、大井さん結構構ってほしくて球投げることが多いんですよ、うん、他の解説よりも、うん、だからそれをちゃんとあの転がってきたら拾おうかみたいな、オッケーオッケー返すよみたいなやつは気をつけてます。寂しいんだよ、うん、そう。で、あと大井さんがやっぱりあのスター性がすごいんで、私はパセリになろうと思ってます。そういう時はいつも、まって僕はそういうものであろう。僕はひなさんが楽しいと、で、ひなさんを見た視聴者の人が、あ、ひなた大変だな、大井の相手とひなたがプラスになるように頑張ってんだよ。うまいよね、こうやってさ私の答えを超えてくるのやめてもらえます？今パセリで終わりでよかったじゃないですか。なんで違うよ、結局俺はお前を盛り上げようとしてあげてんだよみたいな、なんか違えよ、そういうとこありますよね。マジだよ。はい、次なんでそんなに目がクリクリしてるんですか？かわいいあんまりしてねえんだけど。え、かわいいですよ、なんか確かにクリクリしてんのか。クリクリしてます。お母さんにですか？わかんないんだよね、あんまり。母ちゃんにも父ちゃんにもあんまり似てないんだよね。以上です。麻雀で生計を立ててる方を麻雀プロというと思っていたのですが、実際サラリーマンなど兼業の方が多いと感じました。麻雀界では団体に所属していればプロという解釈でよろしいのでしょうか。いや難しい、これ難しい質問なんだけど、ね、基本的にそうだね、今大きいとこ5団体あって、そこが主要プロ団体と言われてて、そこに所属してる麻雀プロって言われるんですけど、うんうん、僕的にはあのさっきちょっと名前出したあの天保位だったり、うん、で藤田進さんとか、まあ、萩原正人さんとか、あの辺もプロでいいんじゃないのと思ってるし、本当ですよ、ね、もうお笑いのジャイとか、強い、だから強いからさ、もうあんなのだってもうジャイなんてさ同い年なのね。あ、そうなんですか。ジャイさんなんてもうずーっとマージャンずっと何十年もやってて、もう最近じゃお笑いより競馬とマージャンしかやってないんだからジャイさんはでもプロでプロ中のプロだからさ。プロの定義って本当に難しい、難しい、うん、よく聞かれません。でも聞かれる、なんてパッて答えるならなんて言うんですか。マージャンファンが決めたらいいと思う。この人はプロだと思えばプロでいい。メモ出たよ、次使おう。日向もファンが決めれ、聞かれたらそう、あなた自身で決めればいいと思うよ。そうよくね、ツイッターやってて、
例えば何か麻雀プロが粗相しちゃいました、うん、であの人のことどう思いますかって質問来るんだけど、うん、いやそういうのは僕に聞くんじゃなくてみんながあの人のことダメだと思ったら注意してあげればいいし、でそれでも応援したきゃ応援すればいいし、うん、もう今はね団体大きい団体ちっちゃい団体とか関係なくこの誰を応援したいっていうのはファンの人は決められるから、じゃあファンの方がこう見守ってついててくれてる方はみんなプロってことですか、うん、それでいいと思うよ、応援する人が多いんならそれはプロでしょ、トッププロですね高橋さん、うん、えさあ次大井さんは数々の大舞台で戦ってきたと思いますが、うん、緊張して自分の麻雀が打てなかったことはありますか、そしてそれはどのように乗り越えましたか、いろんな戦いありましたね、あったね、でも緊張は最初に20代22、23でプロになって最初の 2,3 年はやっぱりサラリーマン辞めて絶対結果残さなきゃっていうプレッシャーから少しは緊張しましたけど、乗り越えたのはねやっぱり麻雀のゲーム性を理解することだね、やっぱり理不尽なことは起こるし、自分があくまで麻雀のゴールが100だとしたら所詮 10% 20% もいってないような未熟者だっていうことを理解して、こう麻雀っていう、 こう情報がすごくあるゲームを人間の脳みそごときではあんまりこう正解なんか導き出せないっていうことをしっかりと理解すれば人のせいにもしなくなるし、あのね緊張もしなくなるんだよね、負けて当たり前と思うようになればいいのよ、勝とう勝とうとするか緊張したりするんよね、うん、このゲームは負けて当たり前なんだ、 75% 負けんだから、どんなに強い人でもそうだな、僕が例えばトップ率が30今 2,3% あるのかな、だからそうしたらもう3回に2回は負けるんだから、そう3回に2回負けることをいち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 落ち込んだり緊張したりしてもしょうがないからね、やっぱり一瞬でめっちゃ落ち込んでまたすぐ立ち直って努力を続けることだよね、そうしていけば緊張しなくなるんで、そう頑張り続ければね人間は緊張しなくなると思うよ、すごく素敵なお答え、うん、ありがとうございます、うん、頑張ろうぜみんな、じゃあ最後に大井さん、うん、大井さんみたいになりたい、そして大井さんに会いたいと言ってくれるファンの皆さんに一言お願いします、そうですね、麻雀プロに対する質問とか今たくさんあったんですけど、僕はもうプロとかアマとか関係なくこれからはもう麻雀が好きということで本当に日本中がつながれると、絆を結べると思ってますんで、麻雀好きな人がですねこれからを麻雀を盛り上げるためにね、視聴者の皆さんの方が必要なのよ、僕ら麻雀多いの代わりなんか多分何人かいるんだよ、でも皆さんのこの応援っていうこの大きいパワーがないとこの業界盛り上がっていかないんで、ぜひですねこの日向さんの番組たくさん応援していただいて、いやこういうコンテンツがどん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 増えれば僕らもね、麻雀の盛り上がりがあれば僕らも仕事増えたりするんで、はい、日向さん応援してね、うまいな、大井さんのことこれからもよろしくお願いします、さあということで今回は大井高原プロでした、ありがとうございました。